こんにちは、心理カウンセラーの高森です。1日に200回ぐらい自分なんて生きていても無駄という考えが自動的に湧きまくってしまいますという相談を受けることがあります。これは辛いですよね。生きていても無駄ということは、要は死んだ方がいいというようなことを自分で自分に言ってしまっているわけですから、それが1日200回もというと、これは非常に気分が悪くなったり、本当に死にたいという気持ちになってしまっても無理はないですね。でもこのご相談ですごくいいのは、自分でどのくらいの頻度でどういった内容の思考が自分の頭の中に出てくるかっていうことをどっかで把握できてるっていうことですよね。客観的にこの考えを見る自分っていうのがいますから、それは次のステップに入っていきます。要はその考え自体が妥当かどうかっていうことを吟味するっていうことができるんですよね。そしてどう考えても自分なんて生きてても無駄っていう考えが妥当なわけはないっていうことは理屈的にはわかるかもしれません。まずは理屈だけでもいいんですよね。あるいはこの考えをどうしても信じやすくなるけども、でも本当なんだろうかっていう疑問を持てるといいですよね。で、今の段階でできるのは、そういった考えが出てきた時に、それって本当なの?みたいな、それはどういう根拠でそうなの?みたいなツッコミを入れられていいかもしれませんね。あるいは疑問を持てるっていう形で、少し冷めてそういった考えを眺めるっていうような、そういった心の状態になれば、このネガティブな考えに対する影響っていうのはだいぶ減らせると思いますね。そのような形で少しずつ距離を取って、言っている内容を吟味していく、その影響力を減らしていくという流れで楽になっていかれるとすごくいいのではないかなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。